こんにちは、ママアクセのゆかりんです。お久しぶりです。今日はですね、ユニクロ丸にコラボの私の購入品を紹介したいと思います。ですがね、まあ丸にコラボをね、ずっと発売までいろいろウォッチしてね、調べたりして YouTube とかも見て追いかけていたんですけど、まあどうにせよ結構派手めなプリントの花柄と大きめのチェック、私には到底着こなせないなと思いましたので、今回もその中でも厳選して一つだけ購入しました。はい、しかも象徴的な花柄やチェックではなく、見事に無地のものを購入しております。イエーイただですね、結構まあこれ見ている方も私と同じ感覚なんじゃないかなと思うんですよね。インフルエンサーとかこう YouTube でねやってる方はすごく映えて華やかでいいかなって思うんですけれど、結構普段の生活でですね、あれを着こなせるのかというと、かなり難しいと思います。で、買ったところで多分私は家着になってしまうような気がしましたので、まあもう手堅い1点を購入しました。で、これがすごく良かった、とっても良かったので、その購入品を紹介して、まあ、ジャケットなんですけどね、絶対皆さんこれ使いやすいと思いますので、5パターンコーディネート組んでみたいので、実際着ながらね紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。はい、早速ですね、今回のユニクロ丸にコラボで私が購入したものをね紹介したいと思います。ちなみに私は丸にのものを一つも持っていないミーハー購入となりますので、ご了承くださいすいません。丸にのね、マルシェバッグとか可愛いなって、お友達とかが使ってすごい素敵だなっていうのは見てたんですけれど、今回ユニクロコラボということで初めて購入をしてみました。はい、私が購入したのはこちらです。はい、こちら、テーラードジャケット57オリーブ、これは、メンズなんですけれども、サイズは XS7990円を購入しました。はい、ネットでね買ったので、XS サイズはネット限定だと思うので、ちょっと店舗にないので、ネットで購入して、まあ多分メンズの XS だったら大丈夫だろうということでね購入してみました。多分 S だと大きいかなと思って、XS にしてみました。まあ、サイズはジャストです。後でね着てみます。こういうちょっとオリーブカラーの渋めのジャケットで、まあ、生地感もねとっても軽いので、まあ今の季節ちょうど着れるかな。まあ、夏のジャケットとかね着ないので、まあ、夏になる手前と、あとちょっと秋口から冬になる、寒くなる前とか春とか、そういう感じでね3シーズンぐらいはね着れそうな感じのジャケットだなと思いました。私ね、ジャケットそんなに着ないんですけど、ジャケット一つ持っていて、結構ねサテン地の、まあ、カーキカラーの素敵なものをね持ってるんですけど、まあ、それはちょっと普段使いできる感じじゃないんですよね。ちょっとドレッシーすぎるというか、とても素敵なんですけど、まあちょっと普段にはハードル高いなっていう感じなので、普段使いできるジャケットを探していて、これすごくいいなと思って購入しました。で、まあどこら辺がね丸に感があるかと言いますと、まあ、ここにねまずほらこういう丸にユニクロのタグが入ってます。はい、で内側もこういうねちょっとバイカラーっぽくなっていて、すごく素敵で、まあ、丁寧な作りになってるなっていう感じですね。ポケットとかも縫製もすごくしっかりしてるので、まあ、これで7990円はすごいお買い得だなと思いました。あとね、皆さん結構言ってます、このボタンのこの部分にねしっかり丸にのロゴが入ってるのもすごく凝ってるなと思いました。ここはね正直見えない部分なんですけれども、そういう細部まで丸にっぽさをね出してるのなと思いました。で、ジャケットはこんな感じでほら涼しい感じになってますね。で、私はロールアップして着ようと思うんですけど、ロールアップしやすい感じで袖も柔らかいです。で、袖のところにこう3つボタンがついていて、後ろはこんな感じ。まあちょっとね実際に着ないと良さが伝わらないというか、まあ一見ちょっと言っちゃうとちょっとおじさん臭いようなね感じのジャケット、色味もそうなんですけど形もねにはなるので、ちょっとコーディネートでねいろいろ試してみたいなと思います。では着替えます。はい、まずねジャケットこんな感じです。どうでしょうか、めちゃくちゃ良くないですか。ちょっと全体像をお見せしたいと思いますね。ベーシックなんですけれども、すごく
まあ、おしゃれ感あって着やすいなっていう、本当にこれあのジャケット初心者の方とかどなたでもねトライしやすい感じだなと思います。でサイズ感は本当に私 XS で良かったなっていう、普段はまあ大体 M サイズとかを着てるんですけれども、メンズの XS でまあちょうどいいかなっていう感じですね。うん、非常にちょうどいいです。ちょっとこれもうロールアップしてますけど、ロールアップしないと、まあね、ロールアップしないで着ることはまずないんですけれど、こういう感じでジャストだよねっていう、本当にジャストだよねっていう感じのねサイズ感になっております。ちょっと締めてみますね。まあ締めてね真面目っぽく着ることもまあほぼないんですけれど、まあ、こんな感じですね。やっぱり私の身長164センチでメンズのまあ XS でジャスト、まあ、ちょっとあのオーバーサイズで着るよっていう方は S でもいいと思います。私はあんまりオーバーサイズがちょっと似合わないなっていうか、ちょっと苦手なので、このサイジングがねめちゃくちゃいいなと思いました。すごいめちゃくちゃいい、あの着やすいです。ちょっとやっぱりちょっとロールアップしてないと私落ち着かないので、まあこんな感じでね二まくりぐらいしちゃおうかなっていう感じですけど、まあ、ラフにめくっても結構ねあのかっこよく決まります。ちょっと襟をちょっと抜いてあげるっていう感じですかね。はい、こんな感じでかっこよく着回せる楽ちんな感じで、あのカジュアルにもね合わせやすくて、できちんと感も出るっていう感じのジャケットなので、すごいこれ超おすすめです。まあ、色違いブルーもあったんですけど、多分このねカーキの方がより使いやすいんじゃないかなと私はね個人的には思います。ちょっといいとこのジャケット着てるみたいな雰囲気になりますよね。なんかこう私これウィムガジェットのワンピースと合わせてるんですけど、結構ウィムでもこういうのね薄手のジャケットとかあったりとかするんですけど、まあお値段がねまあ3万円とかしちゃうので、これ7990円なので絶対これ買って損はないと思います。ちょっとね全身見てみたいと思います。はい、全身コーデこんな感じです。ワンピースはねウィムガジェットの去年買った、まあ、タオル生地のねお気に入りのワンピースを着ています。でサンダルはユニクロで、これ去年買ったちょっとスウェード調のトングサンダル、めちゃくちゃ履きやすいです。ペタンコでねこれを合わせています。まあ、なのでジャケットとサンダルはユニクロコーデっていう感じになります。はい、ちょっとねこれ肩掛けでも可愛いのでやってみますね。ちょっとこんな感じでふわっとね肩掛けしたらおしゃれっぽくないですか結構私この着方も好きで、なんかこうカチッとね着てしまうんではなくて、こういう感じで羽織物みたいな感じで、まあ冷房がきつい時とかもね1枚あるとふわっと羽織れるので、そんな風にねこう使ってもいいんじゃないかなと思います。ちょっとこう、まあ、腕をねまるっと見せるのちょっと嫌じゃないですか。なのでまあノースリーブとか着た時はこういうジャケット合わせて、まあ、ちょっと暑くなったらこうやってね羽織ってあの太い部分を隠してあげてくださいっていう感じで私は着てますので、そんな風にもね使い勝手がいいんじゃないかなと思います。はい、1着目はワンピースのコーディネートをご紹介しました。2着目のコーディネートはデニムにしてみました。こんな感じです。まあ、ちょっとね1着目のエレガントなワンピースとはガラッと変えてみました。雰囲気をね、デニムとポロシャツにジャケットということで、まあ、ちょっとねあのおじさんコーデみたいな感じにはなってますけども、このポロシャツがねすごいポイント、これ見えないんですけどジャケット着ちゃうと。最近お気に入りのラコステのポロシャツベージュのものを着ています。これねスカートとかに合わせるとすごいまたさらに可愛くて、なんか私の中で最近またラコステブームになっていて、まあ、10年前20年前とか着てたものもあったりとかするんですけど、結構このワンポイントが可愛くないと思って最近よく着ています。はい、でデニムはですねアッパーハイツのものになります。お気に入りのねものです。ベルトはメゾンボアネのものです。こんな感じのちょっとデニムにもジャケットをね合わせたらちょっとおしゃれ感が出るような気がします。でちょっと全身で見てみると、まあ、結構このままだと本当におじさんっぽくなっちゃうので小物をね派手派手にしてみました。こういうあのキラキラしたアンテプリマのバッグだとか、この GU のねサンダルなんですけどゴールドのギランギランのやつを合わせて
見ると結構この地味と派手のバランスがうまく取れるような気がします。これ結構落ち着いた色持ってきちゃうと本当に落ち着きすぎちゃうので、まあ、こういう時は小物でね遊ぶっていう感じで、私はゴールドとかシルバーとかなんかこうメタリック系のものとかは小物でいろいろ用意しといて、こういう時の差し色に使ったりしてます。はい、全身見てみましょう。こんな感じですね。まあ、これも羽織物として肩からねかけてあげても可愛いですし、まあ、ポロシャツなのでね1枚でも着れますので、ちょっとせっかくなのでお気に入りのポロシャツコーデも見せたいなと思って脱いじゃったんですけどこんな感じのね、まあ、ポロシャツコーデにこうやって肩から羽織ってあげても可愛くないですか。まあ大人の休日って感じで、まあ、ちょっとこうカジュアル感はあるんだけれど、小物とかジャケットでクラス感をプラスしてあげるみたいな感じのコーディネート結構好きですね。ジャケットはユニクロで、まあ、サンダルは GU ですけれども、組み合わせ方次第によって結構ね高見えする差し色をポイントにできたりするので、こんな感じで私はメタリック小物とかも使っていますし、このジャケットもねこういう風に合わせたら可愛いんじゃないかなと思います。はい、次行ってみよう。はい、3つ目はみんな大好き、私も大好き、白 T 合わせです。まあ、白 T シャツね絶対持ってますよね皆さんね。多分持ってない人いないんじゃないかって思うぐらい、まあ、万能アイテムで、まあ皆さん有名どころというかすごく使いやすいアイテムの中ではユニクロ U のね白 T とかすごいこういう合わせ方合うんじゃないかなと思います。はい、私が今日着てるのはビームガジェットの長谷川京子さんコラボの白 T シャツなんですけど、まあユニクロの T シャツと結構似ているので、そんな風にね合わせてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、白 T をランクアップさせる、クラスアップさせるのはもうジャケットって鉄板のね組み合わせなので、まあ、これ両方ユニクロでも多分ユニクロ見えしないんじゃないかなっていう着方がねできると思います。ちょっと胸元にはこうターコイズを入れてあげたりするとより季節感が出て、まあ、ちょっとおしゃれな感じに、ね、なるかなと思います。はい、全身コーデこんな感じにしてみました。ジャケットにふんわりしたスカートを合わせる、まあこれも鉄板ですね。かなりねよく使うコーディネートかなとは思うんですけれども、すごくかっこよく決まりやすいコーディネートになっています。はい、アイテム紹介します。スカートはですねこれちょっと名前がずっと長年読めなくて、なかなか購入できなかったんですけれども、アロンディスモンさんっていうブランドのスカートになります。こういうちょっとインド面っぽい感じのスカートなんですけれど、素材はインドでデザイナーさんは日本人ということで、あまりこう民族感が出すぎない、インドスカートっていうところが気に入って、これはお店で一目惚れして購入しました。すごい可愛いんですよね。でブラックなので大人っぽいですし、その民族感が結構ね抑えられてるので、そこら辺がポイントですね。結構こういうスカート好きなんですよね。夏すごく履きやすいので、サラッとしていて軽くって、まあボリューム感があってね、おしゃれ感があるっていうことですごい好きです。こういうものもカジュアルなもの合わせすぎちゃうと結構インド感が出ちゃうんですけど、これジャケットとか合わせてあげるともうね途端にこの大人っぽい感じ、お出かけ着っぽい感じにも振ることができるので、そういう組み合わせにもこのマリンのねジャケット使ってあげるといいかなと思います。足元はコロソローマの黒のサンダルを合わせています。まあ、スカートと黒でリンクさせて同じ色をね使ってあげることでまとまりのあるコーディネートになってるんじゃないかなと思い、こんな色をチョイスしてみました。これもまあペタンコなのでねすごい履きやすいんですけれど、ちょっとデコラティブな感じのねデザインになっていてとても気に入ってます。4コーデ目はねこんな感じです。はい、今年流行りのシアーなトップスに合わせてみました。このシアーなトップスって結構スケスケなので、逆にこれ1枚で着るってなると結構勇気いりません？なのでこういうジャケットがあるぐらいで、ここがシアーな感じが見えてるぐらいでちょうどいいのかなと思うので、そういうねちょっとこう腕とかを隠すのにもこのジャケットいいかなと思います。でまあジャケットがね落ち着いているので、こういうちょっと明るめ、まあ、派手な色と合わせてあげても全然バランスが取りやすいと思います。これ全面この色だと結構ねインパクトあるんですけど、見えるこう範囲をジャケットで調節できるので
すごいいいなと思いました。ちょっと着てるアイテムはね、全身コーデでご紹介したいなと思います。全身こんな感じにしてみました。これはね、結構秋口コーデ、秋口モードっていう感じなんですけれども、上のトップスがティティベイとプチプラので、最近購入しました。これ買ってよかった、本当にいいです。こういうちょっとシアーなもの流行っているし、あとシアーなものでカラーアイテムってどうしてもこれ着こなせるかなとか、定番として来年も着れるかなとか心配があるんですけれども、プチプラなので、もうそこはちょっともう今年って割り切って、たくさんね流行りものはね今年プチプラで着ていこうかなと思って買ったんですけど、すごい良かったです。ちょっと全体お見せしたいのでね、後で脱いでみますね。でスカートは、ガレルダガランテかなだったと思います、はい、で購入しました。ガレアルダガランテ の、 妹ブランドだったかもしれないです。ちょっとテロップに、ね、入れておきますけれども、はい、タイトスカート、これは去年買ってすごい気に入ってます。ストレッチが結構効いててすごい履きやすいんですけど、シルエットがすごい綺麗で、そんなに分厚くもないので、冬に買ったんだけど、まだね秋口ちょっと夏前までは履けるようなね、結構シーズンレスなスカートになっています。丈感とかもちょうどよくて、足さばきもよくてね、履きやすいです。でサンダルはこの間の購入品でご紹介した島村のミュールを合わせてみました。ここでちょっと重めの色合わせちゃうと抜けがなくなっちゃうので、白っぽいものをね合わせて、少しこう季節感で足元軽くしてあげてもいいかなっていう感じです。はい、どうでしょう、ちょっと真面目になりすぎない綺麗めコーディネートっていう感じにね仕上げてみました。こんな感じの着こなしもできますので、これ4パターン目か、とにかく使えるジャケットかな。着回しが超効くと思います。ちょっとねニットも見てほしいので、ジャケットをね肩掛けにしてみますね。ニットこんな感じです。めちゃくちゃ良くないですか、このシアーな感じ。もうちょっと近づいた方がいいかな。こんな感じなんですよ。結構色はパンチがあるので、これ全面に着ちゃうとね割と派手っぽいかなっていう感じなんですけど、ジャケットをね肩掛けとかこう着てあげることで、本当にこの分量をちょうどよくね調整できるので、これとこれは組み合わせで使いたいぐらいですね。はい、でこのシアー感もすごい可愛くてとってもおすすめです。これなんか結構引っかかりやすい生地だとは思うんですよね、正直ね。こういうのってこれすぐ引っかかっちゃうと思うんですけど、プチプラなのでそこら辺あまり気にせずね、これ高いものだと引っかかったらもう超落ち込むので、それもすごい嫌なんですけど、これぐらいの価格だったらしょうがないかっていう感じでやり過ごせますので、そういう意味でもとってもおすすめです。はい、じゃあ着替えます。はい、最後はねまたワンピースなんですけれども、最初のものと違ってちょっと鮮やかな色のねものに合わせてみました。本当にワンピースはもうワンピ着てジャケット羽織ってワンツーって感じで、ワンツーコーデって簡単にね決まるので、こういうコーディネート何パターンか持っておくとねすごいいいんじゃないかなと思います。ちょっと全身でね見ていきたいと思います。はい、全身コーデこんな感じです。ワンピースはビームガゼットのブルーのワンピースで、これめちゃめちゃ気に入ってます。去年かな一昨年かな、結構着てますね。で足元はスタイルデリのブラウンのペタンコのねサンダルを合わせています。これ足の甲の部分がすごい見える分量が多いので、なんか女らしくてねとてもいいんじゃない、抜け感があってね好きなサンダルですね。はい、こんな感じでちょっとジャケットとサンダルとワンピースで大人きれいめなねコーディネートになってますかなってるといいんですけど、そんなイメージでやっております。はい、ちょっとジャケットね肩掛けにしてみるとすごい可愛いと思うので肩掛けにしてみます。はい、これもねやっぱりほらワンピース腕丸出しちょっときついよねってことで、こういう羽織物がねあるといいんじゃないでしょうか。これね今きれいめに私合わせてるんですけれども、例えばこれにキャップとスニーカーとか、キャップと、B さんとか、そういうカジュアルをミックスしても可愛いと思うんですよね。ちょっとねキャップ持ってこなかったんであれなんですけど、私の最近の熱いアイテムはキャップです。結構ユニクロとかでねプチプラで可愛いキャップをね買ったりしてるんですけど、そういうのを合わせてあげるとあえてこの大人可愛いというか、ちょっとスポーツテイストと綺麗めをミックスしてあげるっていうのもすごい可愛いんじゃないかなと思います。とにかくこのジャケットはねめちゃくちゃ使える。こういう肩掛けにしたり羽織ったりきっちりねかっちり着たりとかいろいろ使えると思うんですけど、私今回のコーディネートは割とかっちりめのものは
用意してなくて、もう本当に普段使いで着れるようなねコーディネートばかりご紹介したんですが、これ普通にこうきっちりした感じのパンツとかね、きれいめのパンツと合わせてあげたらもうすごいスッキリときれいめスタイルっていう感じで、あとパールとか合わせてあげたらね、あのきちんとした場面にも行かれるようなスタイルになるので、まあ、結構ね普段着からあのいろいろ振れ幅の広いジャケットになってると思いますので、これはね買いだと思います。いっぱい使いたいと思います。5コーデご紹介しました。以上が私のユニクロ丸2コラボのね購入品ジャケットのご紹介でした。いかがだったでしょうか。何かねコーディネートの中で参考になるようなことがあれば嬉しいなと思います。同じものね買いましたとか、色違い買いましたとか、こんな風に着こなしてるよとかあればぜひぜひコメント欄にねコメントいただければと思います。あと最近ね結構ユニクロで購入してるので、またこうコラボ商品とかではなくて普通のあのユニクロのベーシックな定番商品の着回しとか紹介もね動画作っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をねお願いします。もうちょっとで5000人いきそうなので、チャンネル登録してない方はお願いします。ぜひぜひ登録してください。私はママ向けアクセサリーのショップレスブリスを運営していて、今日つけてるアクセサリーも全てレスブリスのものなので、よかったら遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。